算数問題、意外と正解できない単位変換、おまけ問題付きです。では始めましょう。5分の13時間は何時間何分でしょう。解説をします。まず分子割る分母をして、小を整数部分、余りを分子とする帯分数にし、この時点で整数部分の2により2時間は確定です。次に分数部分を分に変換しますが、5分の3時間とは1時間、つまり60分を5つに分けた3つ分という意味なので、60分を5で割って2をかけるか、上のように60に5分の3をかけて計算すると36となるので、2時間36分が正解となります。おまけ問題です。時速 45km で24分間に何メートル進むでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。